ドクター、ファイリングとレポートどっちも苦手だから他の当番でもいい？え、何もしないでここにいればいい？ドクター、なんか変。ロドスのみんなは私の友達、エリートオペレーターと隊員たちは私の家族だよ。前にケルシー先生がみんなを家族だと思ったらダメだって言ってたの。最初はよくわからなかったけど、今ならわかるよ。みんなは花瓶の中の花みたいに簡単に枯れちゃうんだ。でも私にはもうみんなしかいないの。何を読んでるって。これはこの間のメモ。あの日の朝はクロージャがコーヒーをこぼしてショコの巻物を何本も汚しちゃったの。それでクロージャは呪われちゃった。確か5回喋ると唾が相手の顔に飛ぶって呪いだよ。怖い？痛いこと、悲しいこと、怖いこと、ふとした拍子に全部消えちゃう。でも忘れちゃダメなの。覚えてたい。だってその時の気持ちは全部体に残ってるから。理由もわからないまま涙を流すのは嫌だよ。記憶は負担になるけど、それでも自分で背負わなきゃ。私は盾も弓も使えない。銃を光らせることも鉄の塊を簡単に兵器に変えたりもできない。それに他のエリートオペレーターのみんなは私よりもずっと温かいの。その温かさがあるから、人のために、そして自分の正しいと思うことに、すべてをかけられるんだ。私も頑張るよ。ケルシー先生も、たくさん家族を失ったんでしょ？だって、そんな目をしてるから。でも先生は、どうして我慢して、生きられてるの？私はみんながどんどんいなくなっちゃうことを考えただけで胸が張り裂けそうになるのに。先生は大人だから？じゃあ私も早く大人になりたい。ドクター、この言葉教えて。ブレイズに聞いたらなぜかゲラゲラ笑われてアーミアに叩き回されてたよ。口づけ？つまりキス？そっか、それなら私にもわかるよ。ドクター、ちょっとかがんで。頬にチューしていい？いつもよくしてくれてありがとう。あの人たちのことは忘れない。私や他の化け物を作り出した人たち、私たちを使って悪いことをしてた人たち、この大地が人を傷つけることはやめるまであの人たちに罰を受けさせないといけないの。痛くして忘れられないようにしてあげなきゃ。あなたはドクターだよね。昨日端末のメモで復習したばっかりだから。うん、思い出した。ドクター、
私に命令していいよ。任務に行くでしょ。私の力、うまく使ってね。ドクター、きっと疲れが溜まってるんだね。居眠りしてるのに、すっごく不安そう。ぎゅーってしてあげたら、少しは安心できるかな。ゆっくり、穏やかに眠れたらいいな。私もわかるから。夢の中でも苦しいんだね。わかるよ。こんにちは、ドクター。エリートオペレーターのロスモンティスだよ。ケルシー先生の許可が出たから、私とチームの指揮権はドクターにあるよ。私の力を正しく使ってね、ドクター。それから、私は物忘れがひどいから、忘れてそうなことは教えてね。うん、覚えた。こういう戦い方なら私にもできる。ケルシー先生に聞いたことがあるよ。なんで私なんかがエリートオペレーターなのかって。みんな裏でこっそり私には無理だって言ってるのも知ってる。でも先生はエリートオペレーターになればきっといろいろ覚えられて、もっといい人間になれるからって言ってくれた。うん、今頑張ってるところだよ。この大地は簡単に良くならないのに、人間は周りに流されてすぐに悪くなっちゃう。ドクター、私たちは悪い人になっちゃダメだよ。もしドクターが悪い人になるなら、きっとすっごく悪い人になっちゃうと思う。そんなことはさせない。任務？うん、わかってる。私がオペレーターのみんなを守るよ。絶対に。私が隊長なの？うん、大丈夫。自分のチームじゃなくてもみんなのサポートをうまく活かすから。安心して、アーツのコントロールはちゃんとできるから。家族が傷つけられるのは嫌。家族を傷つけそうなものは全部壊すよ。あなたのこと覚えておくつもりはないよ。命令を出して完璧にやってみせるから。始まる。今から起きることを見たくないなら離れてて、こっちを見ないでね。痛ければ叫ぶといいよ。少しは楽になるから。降参すれば怪我しなくて済むよ。あなたは死なない。死なせないように気をつける。誰かがやらないといけないことがある。私にしかできないことがある。いつかこんなアーツを使わなくていい日が来たら、そしたらどんな一日になるのかな。想像できない。よくできたね、ドクター。よしよし。ありがとう。残りは私が片付けておくよ。すぐに終わるから。いや、私は撤退しない。みんなを失望させるのは絶対嫌。まだ剣だって震える。いや、剣を捨ててもいい。それでもまだ戦えるよ。絶対に行かない。小さい部屋に閉じ込めるのはやめて。怖いよ。あんな部屋はもう嫌なの。触らないで。怪我しちゃうから。あなたの手を折っちゃわないように我慢するね。アークナイツ、あ
あなたはドクターだね。